着物かわいい、お姫様が来るやんか。特別養子縁組で家族になった田中さん夫婦と4歳の愛ちゃん。着物を毎日とも、いっぱい着とも。そんなに来たの？ちょっと顔が寄ってもらって、3人とも。カメラ目線で。ほい。あー、いいねここがスタートかなという意味を込めてゼロにしました。せーの。気持ち新たに3人でやってきたらなってね。もう早く飛びたい。ございます。ありがとうございます。じゃあもう食べちゃいます。愛ちゃんは3歳まで生みの親と暮らしていましたが、去年の春田中さん夫婦に迎えられました。これまでの生い立ちもそれも自分だっていうふうに思ってほしいし、ここでの生活もこれも自分だっていうふうに思ってほしいっていうのもあるので、何一つ隠し事もなく僕らも話してるし、あの子もあの時こうだったんだよとか、こんな思い出あるよとか、そんなふうに今話してくれるので。特別養子縁組とは、さまざまな事情により生みの親が子供を育てることが難しい場合に、育ての親と親子関係を結ぶ制度です。児童相談所や民間の事業者などが間に入って支援し、裁判を経て成立。生みの親と子供の親子関係はなくなります。この家に来て半年以上経ち、自分の家というようになった愛ちゃん、ある変化がありました。七五三の前日に自分の幼少の頃の七五三の写真とか、妻の幼少の頃の七五三の写真とかを見て、パパは誰から生まれてきたのとか、ママは誰から生まれてきたのみたいな話の流れの中で、あ、自分もママから生まれたかったなっていう風な話を本人がして、そういう話をした日から、うん、あの毛布をあのタオルケットを持ってきて、赤ちゃんごっこが始まったっていうこと、うん、これをかけてかけて赤ちゃんだった。大きな赤ちゃんやな。元気かな。あ、元気よ。お母さんから生まれてくるようなイメージというか、思いを馳せているっていうようなのを聞かせてもらってたので、不思議なもんで、あれをすることで本人もなんかこう整理をしてるんだろうし、それを一緒にしてるこちらも何かこう母になる、親になる、親子になっていってるのかなっていう。せーの。あ、生まれました。ここに来る前に優しいパパとママが待ってるよって教えてくれたからここに来たんだよって、そういう思いを3人で受け止め合って、そういうふうに送り出してくださった存在、本当に感謝してます。自身が特別養子縁組の育ての親であることをさまざまな形で発信している久保田さん。こんにちは。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。生みの親たちはどんな思いを持っているのか。4年前、息子を育ての親に託した女性を取材しました。当時夫と結婚をしていて、本当に子供が欲しかったです。育てたいと思って産みました。妊娠した時はすごく嬉しくて、母子手帳はびっちり書いてあったと思います、うん、ただ私もマタニティブルーになっちゃって、
耐えられないから離婚か中絶してって言われて、何としてでも私はお腹の子を産みたかったから、じゃあ離婚するしかないなってなって、まず乳児院に預けて、産後1ヶ月で働きましたけど働けなかったです。体がついてこない、お腹痛いし、けどそれでもなんとかなんとかって言って頑張って面会が行けるようになったんですね。あ、可愛いなって、うん、写真もいっぱい撮ってすごく楽しかったんですけど、毎日不安でした。二十歳で産んで資格もなくて手に職ついてるわけでもない中で、私が育ったらそれは私の幸せなんだけれど、それが息子の幸せになるかって言われるとそうじゃないなって思ってしまった。この子の記憶に私が残らないうちに決断をしなくちゃなと思っていて、考え抜いた末、息子が生後5ヶ月になるときに自ら児童相談所に行きました。この紙に判子をしたら戻ってきません、それでもいいですかっていうのをすごくすごく丁寧に説明してくれた上で、息子を新しい人に託したいです、お願いしますっていうふうに頼んで特別養子縁組を選びました。香織さんは育ての親と直接会ったことはなく、息子の近況は全く知りません。子供のことが想像つかないんですよね。どんな大きさで、どんな声をしてて、どんな顔で笑って、どういう感情か言葉にできないんですけど、ボロボロ涙がこうやって出てくる。ただきっとヨーシーさんは幸せな子を誕生日会を開いてくれてるんだろうなって思うと、それだけで私は幸せになれるというか。ママもやるなと思った。はい、久保田さんの長女はなちゃん、パイプパイプのキューリンガーのパンパクラの主人名の調子で、38歳で夫のりあきさんと結婚し、2人で話し合いを重ね、育ての親として民間の事業者に登録。そして2019年1月、生後7日の花ちゃんを家族に迎えました。笑った。どうしてんの？もう一個もったわけ。もう一個。怒られたよ。うん？海の母って誰だっけ？分からん。分からん。久保田さんは時々こんな風に海の母の話をしています。子供に生い立ちを伝えることは真実告知と呼ばれています。成長してから突然養子縁組されたと知るとショックを受けてしまう場合もあるため、幼いうちから生みの親の存在を知っておくことが望ましいとされています。その真実告知っていうの全然してなくて、特に口に出してもないよね。でも生みの母とか言うよ。なんて言う？生みの母最近何してるかね、うん、どう反応は？あんま反応返ってこないかな。久保田さんは花ちゃんが生まれた時に一度だけ生みの母と会ったことがあります。ただ斡旋事業者のルール上直接やり取りはできず、詳しい情報は知りません。生みの母誰って言われて最近言うんだよね。自分たちが知ってるものを言うのがなんか誠意のような気がするんだけど、まあ、難しいねそれはね。
まあ、濃淡はあるけどさ、伝えられるものは伝えるし、伝えられる形で伝えるしかないんじゃない。この形が分かんないんだよね。この日、久保田さん家族が訪れたのは、特別養子縁組で子供を迎えた家族が集まり、真実告知について考える会。たまたま我々はなんかこう選ばれて家族になったのよみたいな感じですね。本当は私もなかなか来るはずだったけど、神様が他のお母さんというか、まあ産んでくれた人に頼んで代わりにお腹の中で育ててくれたらしいって感じですね。はい、はい、この話をするぞっていうふうにこちらが構えてなくても、そういえば僕産んでくれた人の名前何やったっけとかいきなり聞かれて、その日常会話の中に真実告知が時々入ってきてるっていう。無理強いとかするんではなくて、子どもの目線で考える真実告知とはどのようなものなのでしょうか。自分が真実告知を受けたのは高校生の頃、父が怒ったタイミングがあって、その時に怒った拍子についつい口を滑らせて言ってしまった。2歳の時に特別養子縁組によって家庭に迎えられた美曽木さん。どういう自分が執事だったのか知りたい。当時は自分の生みの母のことをが今どういうふうな生活をしてて、どういうことをしてる人なんだろうっていうのはちょっと知りたかった。喋りたいとかそういうのはなかったんですけど、遠目に見て元気してんのかなとか、そういうふうなのをちょっと知れればいいなくらいの意味合いで。ただ大学に入ってから結構一人の時間が増えると悩むことも増えて、精神的にしんどかった時期も結構あったんで。一人で生い立ちを調べ、赤ちゃんの頃に置き去りにされ乳児院で保護されていた事実にたどり着きました。僕は乳児院でどういうふうに過ごしてたかとか、職員さんから何て呼ばれてたのかとか、そういうのを知るのもすごい嬉しかったんですね。でもそれって書類に残らないっていうのは本当に担当者ベースだったり、僕たち特別養子縁組の子どもたちはある程度ブラックボックス化されてるっていう状態なので、情報は残せるんだったらもう何でもかんでも残してあげた方がいいけど、それをするためには必要な支援がもっとたくさんあるんだろうなっていうのはすごい思います。しんどくなったりきつくなって子供が塞ぎ込んだ時にどれだけそこを支えられるかが養親さんの役割。この子にどうやったら伝えずに済むだろうかとか、どうやったらこの子は傷つかないで済むだろうかは、そもそもそんなに重要じゃないと。子供のリアクションとかを見ながら、夫婦で相談しながら、時には子供に直接質問してみながら、真実を全部話した上で一緒に伴走してほしいなっていうのを思いますね。この顔も好きなんだよね。いろいろ考えたんですけど、そのまんまのこれまでの私たちの生活っていうのを写真で伝えたらどうかなっていうふうに思ってるんですね。あと今回初めて生みの母の写真も入れたんですね。で、誰誰っていうふうに聞くようになっていたので、こういう人だよって言葉で言うよりも写真を見せてお話ししようかなと思ってます。これ見んの初めてなんだっけ。初めて、うん、見たらなんていうかね。せーの、Happy birthday to you. Happy birthday to you. せーの。もうちょっと。はい、OK です。
きました。おめでとう。ねえ、これ何歳になったの？これわかる？これ4歳。ああ、これなんだ？あちゅう。こっち来て、こっち来て。あちゅう、あちゅうだって。うん、開けてみた。あちゅう。これはね、プレゼントっていうか、いつもさ、生みの母のお話してるじゃない。ね、そのお話が書いてある家族のお話です。うん。生みの母のお腹にまずはいました。誰かわかる？生みの母。ここにもいるね。どう？かわいい。この指誰？うん、この指は生みの母と生みの母のお母さん。ヒールヒール。うん。まだ終わってないだけど。ヒールヒール。最後まで見て。いいんだね。いや、いいんだと思う。まあいいよ。徐々に徐々に。うん、これさ、いつでも読めるように置いとくからね。うん、好きな時に見ていいからね。これやな、想像したより興味がない感じだったのが、なんかそういうもんなのかなっていうのが。でもわかんない、本当はそんな風にしてるけど興味津々なのかもしれないし、着実に一歩ずつやっていくのかなっていうのは今日感じましたね。はい、よかったよね、いい一歩になった気がする。きっと花ちゃんにとって写真アルバムは人生のいろんな局面でこう振り返って立ち返ることもできる、うん、心の喜びになっていくんじゃないかなと思ったんですけれども、うん、どうですか、花ちゃんに実際写真アルバムで伝えてみて。あの文章もすごく一生懸命考えて書いたんですけど、それよりもシールが気になってシールシールって言ってましたね。でもその後も何度も見てるんですよね。でちょっと前にあのパパママこの本作ってくれてありがとうねっていうふうに言ってくれて、だから何かパパとママが伝えようとしてるんだなっていう、あ、それってなんか嬉しいなと思ってくれてるみたいですね。真実告知っていうのをテリングっていう言い方もしていて、まあ、伝え続けるってことが大切だと言われているので、まあ、これからも伝えていきたいなって思ってますね。このアルバムという形でお伝えになったわけですけれども、その真実告知に関してですね、日本も批准しています国連の子どもの権利条約の中では、児童はできる限りその父母父母を知る権利を有するというふうに記されています。つまりは子どもたちは自分の生い立ち出自を知る権利があるというわけですね。この権利がこの真実告知につながっているということですね。最初の真実告知はいつだったんですか？ですね、私の場合は2歳半ぐらいから生みの親っていう存在がいるんだよっていうのを伝えてまして、でも今は0歳ぐらいからもう来たらすぐ出会った時から行った方がいいよっていう人もいて、でちょっと小さいのにって思われるかもしれないんですけど、私の中で大きく2つ理由があって、まず1つは自分にとってやっぱりそれが当たり前のこととして繰り返し言うことって必要だったなと思うんですよね、自然に言うために。あと2つ目はむしろ素敵なことだから伝えたいなっていう気持ちもあるんですね。VTR で取材をした方、生みの母もそうですけど、本当子どものために選択をしてくれているので、それはなんかとっても二重の愛情というか、とっても素敵な人がいるんだよっていう伝え方ができるんじゃないかなって伝えたいなと思ってますね。伝えていく中でお子さんに生みの親に会いたいと言われた時はどうされようと、まずどうしてそういう気持ちになったのかなっていう受け止めながら考えたいなって思うんですね。っていうのは養子であるっていうことで不安だったり課題があるっていうふうに感じていて、そういうことを言うんだったらやっぱりその不安自体はなくせないかもしれないけど、一緒にいて分かってあげて聞いてあげるってことをするのが一番大切なんじゃないかなと思うんです。でその上でやっぱり、あ、生みの母会いたくなるよねって、その気持ちも応援してあげたいなとも思ってますね。その久保田さんのように養子縁組をされたそのご家族どれくらいいらっしゃるのか、こうした数字があるんですね。
2020年なんですが693件、ただ一方でいろんな事情で生みの親の元で育つことができない子どもたちというのはおよそ4万2000人いるというふうに言われているわけですね。4万2000人という数字に驚くんですけれども、お子さんがどう安心して育つ環境を整えていくのか、ここ本当に大事なところですよね。この数字私もよく見るんですけど、本当に一言じゃないなって思うんですね。私の娘は生みの親とか周囲が特別養子縁組を選んだから私たちのところに来てくれたんですね。でもちょっと違った考え方をしていたら全く違った環境で私の娘は育っていたと思うんです。でもどんな環境にあっても私の娘は笑顔で生き生きと育っていてほしいなって思うんですね。だからどんな状況であっても子どもの環境っていうのは大人がきちんと整えてあげないと子どもは選べないんだなって、とってももう自分の娘のことを考えるとすごく強く思っていて、でその一つが特別養子縁組という選択肢でもあるというので、少しでも多くの人にこの選択肢を知ってほしいなって思うんですよね。私はシングルマザーで、シングルマザーになってより一層血のつながったお父さんお母さんそして子供ではない家族の形があって、さまざまな家族の形があるのがいいんだっていうふうに思えるようになったんですけれども、それでもなかなか目を向けようとしなければそうした家族の姿というのは意識の中に入ってこないというところもあるんじゃないかなと思うんですよね。今回の取材も夫とそして4歳ですけど娘にも話をして、やっぱり多くの人に知ってもらいたいねという気持ちで受けたんですね。もし特別養子縁組っていうことに誤解があるんだとしたら、そうじゃないんだよっていうことを伝えたいと思いますし、おそらく娘は将来この映像を見ると思うので、この映像を見て、あ、何昔は大変だったね、誤解があってっていうふうに笑い飛ばせるような環境にしていけたらなって思いますね。そんな未来があってほしいですね。久保田さん、ありがとうございました。